ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということで本日も質問に答えていってもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは今日の質問です。通訳案内士と外国人旅行者のマッチングサービスを考えています。プログラムのスキルは完全ゼロからのスタートです。成功サービスはこのようなものがあります。ニーズをつかむにはどのようにしたらいいでしょうか、という質問です。はい、今日の質問に答えていきたいと思いますけども、はい、ということで本日のゲストはドッグハギーの長塚翔吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、何頭ぐらい扱ってるんですか？10頭ぐらい扱ってます。トータルで今日はまだ1頭。今は1頭。お一人で今やってる感じ？3人、メンバーは3人でやっていて、うん、で、今僕らがこの場所でお預かりしてるのが大体累計10頭ぐらいで、全体でドッグハギーのサービス自体でお預かりしてるのはまだ20頭前後ぐらいです。旅行期間は増えるでしょうね。はい、そんな答えからいきたいなと思います。はい、私はこう答えました。きめ細やかなサービスの継続的な改善ですかね。最初から完璧なサービスを作るのは無理なので、ユーザーの要望を即座に反映できる体制が必要です。だから自分でプログラミングできるのが一番ですけどね。とてか、まあ通訳案内士っていう資格があるんですよ。まあ、なんでそんな資格ができたかっていうと、なんか結構ぼったくりが多かったらしくて、戦後すぐとかアメリカ兵とか相手にその嘘の情報を教えたりとか、ぼったくりの店連れて行ったりとかして、まあ要は悪徳業者が多かったんでこんな資格が作られたんですよね。で、一回資格って作られると利権化するんで、別にだって英語ちょっとできれば案内ぐらいできるじゃないですか。そうですね。だから同じで、そのノカギさんとかも、はい、最初から完璧なサービスを作ろうとかって思って作ってないでしょ。そうですね、まあ、本当にユーザーの声を聞きながら改善改善改善で、うん、まあ、結構勢いで始めたみたいなところもあるんじゃないですか。まあ、そうですね、まあ、安全性はきちんと考えながら、もちろん最低のところは持ちつつさらにいいものをどんどんね、うん、という感じで始められたんですもんね。はい、で今まで累計20頭ぐらい、はい、みたいな。3ヶ月で20頭ですもんね。ニーズをつかむになってだからもうこの質問がすごいざっくりしてるんですけど、うん、もうとにかく何か作ってみて、でちょっとずつ改善していくのがいいんじゃないかなと思いますね。うん、はい、なんかプログラミングスキルも完全ゼロからって書いてるから、まあでもその、ね、そういうのができるようにしないと、そのきめ細やかな改善ってできないですよね。ちょいちょい変えていかないと、みんな遅い人たちって、うん、置いてかれるっていうか、うん、ファンがついてこないですよ。はい、うん、ああもうこれなんか使いにくいからやめたみたいな。はい、だから例えばそのドッグハギーでもそうですけど、はい、まあ普通になんかペットショップかなんかのお預かりサービスに出した方がいいんじゃないかとかっていうふうに、やっぱりサービスをこう改善していかないとダメなんですよね。はい、ということで、はい、はい、ということで最後にカメラに向かって告知お願いします。犬を預けたい方とお世話をしたい方をマッチングするサービス、ドッグハギーです。ぜひ犬好きの方はチェックしてみてください。ドッグハギーさんで調べたらサイト出てきますか？はい、はい、ドッグハギーで検索していただければ、はい、ぜひ皆さん検索してみてください。はい、と寺田由紀も CD 販売しております。せーのでジャンプベースでもネットで簡単に通販で買えるので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、はい、ということで本日もありがとうございました。メルマガの登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。